本日は番外編ということでございます。ただいまが令和3年の10月10日、城谷大阪にお邪魔しております。こちらは稲森誠先生率います劇団シアターオムさんの劇場でございます。まあ、ちょっと後ほど全景をお見せしますけれども、今日はこのね舞台セットのあるステージでこれから生の公演でございまして、今お昼の12時なんですね。あと1時間半もいたしますとお客様のご案内が始まるという、そんなキワキワの時間なんですが、こういったステージで照明ピカッとこうある中でお話をさせていただくということも滅多にない機会でございますので、普段の金曜日の定期配信とはまたちょいと違うんですけれども、今日は番外編ということで、ちょっと劇場にまつわるお話を私の体験で一席聞いていただこう、あんまりたっぷりしたお話じゃないんですけれどもね、そんな感じであります。今この画面の向こうで稲森誠先生がとても口にできないような恥ずかしいことをなすっているというね、どうにかして邪魔しようとしてるんですけれども、そういった試練にも負けず、城谷この後本番でございますが、ちょいと小話一席お付き合いをお願い申し上げます。ちょいと小話という怖いお話でございますが、私はもともと舞台の役者をやってございました。忘れもしない22の年の12月の28日に道楽がたたってうちを追ん出されましてね、気の身気のまま当時住まいしておりました小樽から札幌という町に出てきたわけでございます。ところが身寄り頼りがありませんで、季節柄あたりは一面の雪景色、持ってきているものといえば着替えを一着と、その当時抱えておりましたお芝居の台本を5冊、下着が2組ぐらいありましたかな。そんなんで、まあ、先行きも全く見えないというような状況だった。ついに困り果てた挙句に、当時お世話になっておりました札幌市内にございますとある小劇場のオーナーさんに話をいたしましてね、困ったね城谷君、じゃあどうするの。いや、どうするもこうするもないんですよ。どこ泊まってるの今。ビジネスホテル。ビジネスホテル？お金あるの？いや、それがもういよいよちょっと底をつきまして、どうしようかと思ってと言いましたら、なんだ水臭い、そういうことだったらうちの楽屋使いなよって言ってくださったんです。劇場でございますから、舞台の他に役者さんスタッフさんの控室ってのがございますね。でここの楽屋を使って寝泊まりしたらいい、その間にその先々のどうしようこうしようというのを考えたらいいじゃないかってんで、そうですか、じゃあありがとうございます、背に腹は変えられませんから。なんとも惨めではありましたけれども、お言葉に甘えてそこの劇場の楽屋に住まうようになったという時期がある。劇場ですからお芝居がかかっていて、役者さんスタッフさんが大勢来られて、せいで客席もお客様で満杯ということになりますと、そら照明もきらびやかですし、音響もパーッとなりますからな、あんなに華やかなことはないんですけれど、これがひとたび人の気配がなくなりますてと、なんともはや、いや、これは何も劇場に限ったことじゃありませんけれど、人の大勢集まる場所というのは卑怯、それだけ人々の念であるとか思いであるとか、そうしたものが残留いたします。でことを完全に暗転を作らなきゃいけないということになりますと、大概この劇場空間の中には窓らしいもんはございませんでな、昔から言われますけれども、そうした場所にはいろいろなものが引き寄せられて滞留するんだなんという。宿を借りるようになって3日目か4日目だったんです。その日というのはお芝居がかかってございませんでしたから、
朝からどなたの来てもありません。マスターキーを預かっておりましたし、夜中に至って不用意に外から訪ねてくる人があって対処のできることじゃないから鍵はかけっぱなしです。やることありませんし、仕方ない楽屋でゴロンと横になっておりました。うとうとっと来た時にガタン。え、劇場の方で何か物の落ちる音が聞こえましてね。あ、びっくりした。なんだ、はあ、大丈夫かな。一辺ガタンと聞こえた後、あとはシーンと静かなんですが、まあ積み上げていた荷物が落ちたぐらいに、もう一遍寝直そうとすると今度タン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 、あれ、タン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 、足音がするんです。おや、自分がうつらうつらしてる間にオーナーさんが戻ってきて何か立て込んでるんだろうか。いや、だとすれば自分いつまでここで横になっているわけにいかない。少しでもお手伝いをしようと思って慌てて楽屋出て行きましてね、ガチャンバタン。真っ赤な絨毯の敷いてあるエントランスです。そこを抜けて両開きになっております大きな劇場の入り口の扉をガチャンイーンと開けた。あれ、開けてみると向こう真っ暗です。あれ、今確かに足音が聞こえていたし、トン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 、さっきは物の落ちる音もあったんだから、おかしいな、照明いじる超光沢かな。斜めになっております客席の上、両隣にございます照明と音響の調光ブースというところを覗いてみますが、そこに人の姿はない。おかしいな、誰かいたと思ったんだけどなと思った時、その真っ暗な場内、ステージの奥でタン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 、え、誰か走ったな、あれ、やっぱり誰かいるなと思って目を凝らすんですが、相変わらず人の姿はございませんで、おかしいな。いや、でも痛いよな今。お疲れ様ですと声をかけた時、自分が向いているのと逆手にありましたステージ奥の黒い布がふわっと動く気がしたんで、あ、そちらかとひょいっと見た瞬間、あんな時ってのは声は出ないもんです。それもそのはず、布が揺れたと思ってひょいっと向けた視線の先、その幕の後ろから小学校1年か2年ぐらいでしょうかな、おかっぱ頭の女の子が黒い布に手をかけてずっとこちらを見ていた。あんまりはっきり見えましたけれど、いや、すぐにこれは生きた人じゃなかろうと思う。表に鍵はかかっておりますし、外から入りようがない、まして夜中にそんな小さな女の子が一人でと。それでもピタッと目が合っておりますうちに、その子がスッと布の向こうに姿を消してしまった。10秒だったか30秒だったか、しばらく動けずにおりましたが、いや、万万が一ということがあると思って慌てて客席の明かりをつけて奥覗きに行きましたが、母案の定そこに人の姿はございませんでした。劇場であるとか学校病院、大勢人が集まって賑やかな場所というのは、人ならざる者も自然集まってきているようで、あの時向こうから覗いていた女の子は一体何を訴えかけたかったんでしょう。本日も最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。今日はちょっと番外編ということで、後も先もないというようなお話でしたけれど、
なんかね、小さなエピソードっていうのがちらちらとございます。劇場空間、私は大好きなんですけれど、ひょっとするとこれから何かお芝居であるとか、それこそ怪談会であるとか、実際に現場に出向かれた際、あれ、そういえば出演者もう一人いたよな、なんてことがあるのかもしれません。それではまた次回お目にかかりましょう。またねー。